こんにちは、吉田さん。いや、私はね、その、お金を稼ぐ方法っていうお金カテゴリーでしょ。それから、仕事をどうすればいいかっていう仕事のカテゴリーでしょ。それから、恋愛、モテたい、モテたくないっていう恋愛に関するカテゴリーでしょ。で、最後が、健康に関することかなと思ってるんですよ。で、健康ってのは、頭髪とかの問題もあるし、 あとはねアンチエイジングとかもあったり若返りたいみたいなねまあそういった健康とか精神的な健康とかって意味含むんですけども多分一番マーケットが大きいのがやっぱり健康とか保険業界でしょうね医療費って莫大日本でも計上されていて多分税収のほとんどが医療費の予算で吹っ飛ぶわけじゃないですかで今回の感染症騒動の時も各病院に突っ込まれた金額ってのは億っていう金額がバンバン突っ込まれましたからねだから健康についてはかなり値段が高いんじゃないかなと思いましたね それこそお金を稼ぐとか稼がないよりも健康どうするってことの方がなんかマーケット規模大きいんじゃないかなと思っちゃったりします私の4つのねクアドラントなんですけどもお金仕事健康恋愛健康っすかねやっぱりねマーケット規模は、まあ、この辺リサーチしても面白いのかもしれないですね健康についてずっと言ってるのをうまく持てるかもしれないですね結構ねうんいってしい